キング・アンド・グヌス・平野紫耀主演の連続ドラマ、クロサギ、正式発表。期待と落胆、ファンの反応に注目。キング・アンド・グスのメンバーである平野紫耀が、10月に放送予定の連続ドラマ、クロサギ、TBSK で主演を務めることが正式に発表されました。 このニュースは昨年10月にはすでに報じられていましたが、今回改めて公式に発表されたことで、ネット上では多くの注目を集めています。黒詐欺は夏原武氏の原案による人気漫画シリーズであり黒丸氏によって描かれました。このドラマは2006年4月にも TBS でドラマ化され、 当時ジャニーズ事務所に所属していた山下智久が主人公黒崎隆郎役を演じ、関東地区での世帯平均視聴率15.7%、ビデオリサーチ調べを記録しました。さらに2008年には映画版も公開され、高い評価を受けました。一方、 山下は2020年10月にジャニーズ事務所を退所し、以降はソロでの音楽活動や俳優業を展開しています。今年4月期にはケネ n h k の連続ドラマ、正直不動産、で主演を務め、ネット上では、今季一番面白いドラマだ。山下智久の新たな魅力が引き出されたといった話題を呼びました。 しかし、今回、クロサギの主演に選ばれたのは、ジャニーズ事務所の現役メンバーである平野志様です。平野は2020年にセクシーゾーンへの中島健人と共演した、末光警察ミッドナイトランナー、日本テレビ系以来、連続ドラマから離れていました。そのため、今週に、クロサギで主演することが発表されたことは、ファンにとって大きな喜びとなっています。 ネット上には、塩く君のドラマ、待ってました。おめでとう。といった声が広がっています。また、黒サギが好きだったので、平野潮が主演に選ばれたのは嬉しい。今、黒サギをやるなら平野潮がぴったりだと思う。制作人の判断が信頼できる。といったコメントも見られます。 一方で、山下智久の黒詐が大好きだったのに、また山下じゃなくて残念といった山下ファンの落胆の声も参見されます。彼らの中には、せめて山下をゲスト出演させてほしい、という声もあります。 ちなみに、山下は2005年に TBSK の連続ドラマ、ドラゴン桜、でレギュラーキャストとして出演し、昨年4月にはその続編も放送された際には最終回で、声のみ、ながらゲスト出演していました。もし平野版の、クロサギ、に山下が何らかの形で登場すれば、大いに盛り上がること間違いありません。 山下智久から引き継ぐという大先輩の存在がありながらも、平野耀自身にはプレッシャーもあるでしょう。しかし、彼が新たなクロサギをヒットに導いてくれることを期待したいと思います。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。